佐宝神社は、兵庫県加藤市にある神社。旧正、堺神社。北、張間有数の神社として知られ、旧社長は、門前町として発展した。紀元前76年の創建と伝えられ、当時は、火災市の鎌倉峰,峰に鎮座されていた。奈良時代初頭の722年に、安倍のサブロー大流なる老人に神託があり、現在の場所に移された。鎌倉時代には、 北条政子が、佐法神社を崇敬し、本殿の再建都市法内外に、日の木木造の鳥居発起を建立させた。当時の鳥居は現存しないが、西の内の鳥居は石造りに変わり、現在も、社長鳥居地区に残っており、鳥居という地名はこれに由来する。戦国時代の騒乱にて、車両は荒廃し千五百四十七年には、火災で神殿をすべて消失する。その後、 漢人僧羅の尽力よって1564年に神殿が再建された。しかし、王子の創刊は望むべくもないと言われている。江戸時代には代々将軍家より主院状を授けられ、車両十国を賜り、1881年県舎に指定された。現在の建物は1747年。2020年3月24日閲覧。加藤軍師。 国会図書館デジタルコレクション。PP706 から708。2020年3月24日。閲覧。AB 小木新言集本末帳、第11張間国。国会図書館デジタルコレクション。P50 2020年3月24日。閲覧。加藤軍志。国会図書館デジタルコレクション。 P546 2020年3月24日閲覧。主労堂は今も境内にある。加藤郡氏国会図書館デジタルコレクション。P707 2020年3月24日閲覧。松林院は小木信言州本松町には見当たらず。御嶽山清水寺松寺の竹の坊家。加藤郡氏国会図書館デジタルコレクション。 P546 2020年3月24日閲覧加藤軍史国会図書館デジタルコレクション P708 2020年3月24日閲覧加藤軍史国会図書館デジタル P544 2020年3月24日閲覧加藤軍史国会図書館デジタルコレクション P553 2020年3月24日閲覧。佐保神社加藤郡子国会図書館デジタルコレクション P542 2020年3月24日閲覧。ありがとうございます。